ゆっくり霊夢です。ゆっくりマリサだぜ。マリサ、東京ディズニーシーの新エリア、大賑わいが続いているわね。2024年6月にオープンしたファンタジースプリングスは、東京ディズニーシーの8番目の新テーマエリアだな。ディズニー映画、アナと雪の女王、塔の上のラプンツェル、ピーターパンの、3つの世界を同時に楽しめるエリアなのよね。このエリア、1日あっても遊び足りないって噂よ。開業以来で最大規模の開発とも言われているからな。アトラクションが4つもあるらしいけどまだ1つも体験したことがないし、そもそも新エリアには入りたくても入れないのよ。このエリアには入場制限がかかっていて条件を満たしたゲストしか入れなくなっているんだ。オープン前のプレビュー招待の時点で新エリアの混雑は話題となっていたよな。そうね。多くの芸能人やインフルエンサーが招待されていたわ。実はそのプレビュー招待で炎上事件が起きていたんだぜ。え、それなら今回はその件について紹介する？よし、では今回はディズニーの炎上事件について紹介していこう。それじゃあ、ゆっくりしていってね。早速、新エリアのプレビュー招待の炎上事件について解説していくが、霊夢はプレビュー招待が何なのか知っているか？それはやっぱり一般公開より前に新エリアを体験することができるってことじゃない？そうだな、俳優やお笑いタレント、YouTuber やインスタグラマーなど、影響力の高い人たちがこの招待を受けてプレビューに参加し、SNS でその様子を投稿することで宣伝の効果もあったんだ。今回はインフルエンサーが招待されてたみたいだけど一般の人は対象じゃなかったの？企業の抽選などに当選すれば、一般の人でも入ることができたぜ。また、インフルエンサーだけでなく、東京ディズニーリゾートを運営するオリエンタルランドの従業員やその家族なども、一般招待客として招待されていたとのこと。オープン前に体験できるなんて羨ましいわ。ネット上には、芸能人やインフルエンサーが宣伝なんかしなくてもみんな行くのに、こんなのを見ても、行きたいとは思えないけどディズニーの広報大丈夫？といった声が上がっていたぜ。まあ、確かに宣伝しなかったとしてもディズニーファンなら行くわよね。さらに、プレビュー招待が無料ということに対し、一般人は高いチケット買っていくのにずるいという声や、みんな大金払って何時間もサイトに張り付いて、本気で行きたいと思って頑張ったのが無駄、といった批判の声も上がった。ディズニーのチケットは一番安い時期で大人一人当たり7900円、繁忙期の一番高い時で1万900円だもんね。それが無料で行けるのは魅力的だわ。批判があったのはチケット代だけじゃないぜ。他にはどんな声があったの？招待されたインフルエンサーの中にはディズニー好きのイメージがない人もいて、そういった人たちを招待する必要はあるの？ディズニーがマジで好きなインフルエンサーが呼ばれてるならわかるけどね、といった声があった。そういう批判もあったのね。また、メディアに情報解禁したけどアトラクションの中とか見せすぎていく気がうせる。知らんインフルエンサーにネタバレされるのは不愉快といった、ネタバレに関する否定的な声も多かったぜ。そんなに多くのインフルエンサーが新エリアの情報を SNS で宣伝していたら、嫌でも目に入ってしまいそうね。ネタバレされたことだけでなく、プレビュー招待の人選にも疑問の声はあるらしい。疑問の声が上がってしまったのは誰なのかしら？多くの指摘を受けたのはベッキーさんだ。ベッキーさんは自身のインスタグラムに新エリアの感想と写真を立て続けに投稿している。立て続けに投稿したことが問題だったの？いや、2016年に報道されたゲスの極み乙女の川谷絵音さんとの不貞行為が影響しているようだ。当時の報道では、東京ディズニーシーでデートをし、その後、千葉市内のホテルで密会した、とされていたが、それに対しディズニーファンからは、そういう現場に夢の国を使うなんて、などの幻滅する声が上がっていた。ふむふむ、ベッキーさんの新エリアの投稿で、ベッキーさんのスキャンダルを思い出してしまう人がいたってことね。ああ、ネット上には、既婚者とディズニーからのホテル不貞した人を招待したわけ？ブランドイメージを損ねたタレントなのになぜ？という批判が相次いだ。これらの理由で、新エリアのプレビュー招待は炎上状態となってしまった。プレビュー招待に関して様々な意見があったのね。でもそれは自分も体験したいという気持ちから否定的な意見が出てしまったのかもしれないわ。それほど新エリアが人気だとも言えるよな。ネットでは入場制限は数年続くのではないかと言われているが、訪れた人が誰でも体験できるようになるといいよな。続いて紹介するディズニーの炎上事件は8月9日だ。8月9日？
2015年8月9日は何の日か知っているか？その日は長崎市に原爆が投下されてから70年目を迎えた節目の日だったわね。ああ、この日にディズニージャパンの公式 X で投稿されたメッセージが物議を醸していたんだ。どんな投稿だったの？あ、ベリーメニーアンバースデーユーのメッセージが入ったアリスの画像とともに、何でもない日おめでとうというメッセージが投稿されていた。何でもない日おめでとうって映画不思議の国のアリスの中で登場する言葉よね。その通りだ。映画の中ではマッドハッターやサンガツウサギなどのキャラクターが、お誕生日じゃない日の歌を歌っていて、誕生日以外の364日のお祝いをしている。しかし X 上ではなぜ、この日に投稿したのか？担当者は原爆の日も知らないような世代なの？一般市民が何万人も殺された日ですが知ったことではないということでよろしいですか？といった怒りの声が多く上がってしまった。ディズニー側は、映画の中で流れる歌を紹介しただけで悪意はなかったのかもしれないけど、この日に投稿したことで、不快な気持ちになった人はたくさんいそうだわ。さらに、東日本大震災が起きた3月11日の春よ。今夜、広島に原爆が投下された、8月6日の初中お見舞い申し上げますなどの過去のディズニー公式のメッセージも掘り起こされ、日本人の神経を逆なでしているとコメントする人まで現れたんだ。これに対するディズニー側の対応はどうだったのかしら？何の説明もないまま、8月9日の午後3時過ぎにはこの投稿を削除。夜になってから公式 X で、皆様にご不快な思いをさせてしまう不適切な表現がありましたことを深くお詫び申し上げます。今後につきましては細心の注意を払ってアカウント運営を行ってまいります、と謝罪があった。そうだったのね。ディズニー側からの謝罪があった後もネット上では、なぜ何でもない日と思ったのか、無知すぎる。ディズニーもついに炎上商法に手を出したか、などの批判が相次いでいた。もう少し具体的な説明があれば、批判も少なかったのかもしれないわ。次に紹介するのはドリームガーランドシールに関する炎上についてだ。ガーランドシールって？東京ディズニーランドは2023年4月に40周年を迎え、そのイベント期間中に配布されたのがドリームガーランドシールというシールだ。40周年の記念に配られたシールだったのね。それって誰でももらえるの？キャストに声をかければ誰でももらうことができたぜ。キャストとゲストのコミュニケーションを図ることができる素敵なイベントね。それが炎上事件になるなんて想像できないけど。このシールには、キャストからゲストへのメッセージや日付などを書いてもらうことができるのだが、そこに書かれていたメッセージが今回 SNS 上で炎上してしまった。なんて書いてあったの？推し変禁止と書かれていたんだぜ。推し変って、応援していたアイドルやキャラクターのファンを辞めて別の推しを作るってことよね。推し変禁止には、自分から他の人へお気に入りを変えないでほしいというような意味が込められている。今回問題となったのは、東京ディズニーランドのアトラクション It's a Small World のキャストが、女子高生のゲストに推し変禁止と書いたシールを渡した可能性があったということだ。実際に渡したかどうかは分かっていないの？キャストが書いたという証拠はないがシールの写真を女子高生が投稿し、ネット上で拡散されたことから炎上に発展してしまったんだ。X 上では、パークキャストが推し変禁止とか言い始める世界線、さすがにきつい。パークの内容に関係ないじゃん、といった声が上がっていた。本当にキャストが書いたものだとしたら大問題だわ。ちなみにこのシールはキャストによってはメッセージなしでももらうことができたようだ。真相はわからないままなのね。最後は不法死亡訴訟について紹介するぜ。何があったのかしら？2023年10月、米国のディズニースプリングス内のレストランで、女性が食後にアレルギー反応を起こして亡くなってしまったんだ。女性は食事がアレルギーフリーであることを何度も確認し、レストラン側もそれを保証していたのだが、食事後、体内の乳製品とナッツのレベルが上昇したことによるアナフィラキシーを起こしてしまった。アナフィラキシーはアレルギーの反応でも特に重篤な状態だったわよね。何度も確認したのにそんなことになってしまうなんて。遺族の夫はそのレストランとディズニーに対し、医療費、葬儀費用、精神的苦痛の保証として5万ドルを求める訴訟を起こしたんだ。しかし、ディズニー側は過去に同氏が動画配信サービスディズニープラスに契約しており、その際に同意した規約を根拠にディズニーに対する裁判はできないと主張し、訴えを取り下げるように求めた。ディズニープラスとの規約と関係があるの？ディズニープラスの利用規約には、
ユーザーと当社間のすべての紛争も集団訴訟放棄の対象となり、拘束力のある個別仲裁を通じて解決しなければならない、などと書かれている。要するに、ディズニーに訴訟を起こす権利がないという趣旨の規約に同意しているため、夫の訴えは取り下げるべきだと主張をしてきたんだ。利用規約にはそんなことが書かれていたのね。普段規約を読まずに同意してしまうから怖くなってきたわ。ネットの記事には、この件をきっかけにディズニープラスの日本語規約の中に、危険な条項が含まれていないか確認する人が続出した、と書かれていたぜ。また SNS でも、ちょっとありえないロジック。これディズニーは本気で言っているのか?と驚く人が多かった。動画配信サービスを利用したことが原因で訴訟の取り下げを要求されるとは驚きね。その一方でこの女性が亡くなったお店は、ディズニーが運営に関与していない独立した飲食店である、という情報もあり、ディズニー側はそもそも自社が訴えられる筋合いはないという説明もしているようなんだ。そうなの?それなら別にディズニープラスの話を出してこなくてもよかったんじゃない ?X でも、原告が事故を起こした店がディズニーと関係ないのに訴えてきたからといって、ディズニープラスの契約してたから訴訟できない、というのは悪手、といった意見で溢れていた。結局、裁判はできなかったのかしら ?2024 年8月、ディズニー側は新たな声明の中で、仲裁権を放棄し、本件は法廷で進行させると述べている。裁判をすることになったのね。お互いに納得のいく形で解決できるといいわね。今回はディズニーの炎上事件について解説してもらったけど、厳しいネットの意見もあったわね。企業が炎上すると、ブランド毀損や信用低下といったことにもなってしまうよな。炎上しないためには未然に防ぐこと、速やかに真摯な対応を取ることが重要になる。その通りだと思うわ。でも炎上したとはいえ、やっぱり私はファンタジースプリングスを体験したいわ。つい最近、ファンタジースプリングスホテル宿泊者向けの特典、ワンデイパスポートファンタジースプリングスマジックが、2025年3月末利用分で販売終了することが分かってファンの間で話題になっていたな。それって、ファンタジースプリングスにいつでも入場できて、エリア内のアトラクションも短い時間で利用できるものよね?そうだぜ、より多くのゲストがファンタジースプリングスのアトラクションを、楽しめるように販売終了したとのことだ。このパスポートがなくなることを惜しむ人も多そうだけど、販売終了したことによってたくさんの人が体験できると思うとワクワクするわ。ディズニーの今後に期待したいよな。それじゃあ今回の解説はここまで。ご視聴ありがとうございました。